はい、どうも皆さん、どうもこんばんは、高橋です。今日です、なんと釣りガールの面接になんと YouTuber の方が応募してくれたんで、特別に今回面接をやろうと思ってます。自己紹介どうぞ。はじめまして、YouTuber スタンテレビの秋山と申します。応募させてください。すいません、笑っちゃって。あの釣りガールやる、はい、あの秋山さん、釣りガールって結構ハードな世界で、みんな泣いてやめるって世界なんですよ、はい、結構その波じゃ務まらないようなあの、はい、業界なんですけど、その辺の、はい、覚悟の方はどうでしょうか。はい、あの根性だけはあります。あ、根性はある。はい、あとメンタルがめちゃくちゃ強いです。あ、秋山メンタル強いんですか。はい、メンタルが強すぎて、ええ、弱ってしまおうって頑張ってるんですけど、うん、はい、例えば炎天下で10時間釣りとか、そんなさハードな状況になるんですよ。あの体力めちゃくちゃ自信あります。あ、その夏の炎天下でも問題なく立ち向かえる気持ちがあるってことですか。はい、下足仕事大好きです。あ、マジですか。ちょっと秋間立ってもらっていいですかね。あ、了解です。ちょっと下がらないで、ちょっと下がってもらって、はい、ちょっとこんなライフの格好で、あ、ちょっと肉体の検査をしますね。まず立て、今日この釣りっぽいかなと思って、このオーバーオールを入れた。いいですね、いいですね。まずこう垂直にジャンプしてみましょうか。ジャンプ力どのぐらいジャンプ力があるかちょっと見たいんで。じゃあ、でもあんまりここ2階だからどうやりましょうかな。あ、やばいですか。じゃあ、軽く、あ、なるほど。あきまこう、でんぐり返しみたいなのできますか。そういうちょっと、ちょっとやってもらっていいですか。はい。はい。危ない、危ない。あきまま。危ない、メガネ打ってる。あきままさん、大丈夫でした。うまくできるんですけど、もう一回いっちゃうんです。あ、いいですよ。やれます。大丈夫ですか。はい。後ろ、怪我しないようにお願いします。はい。その一回だけ。はい。いいですか。どうぞ。あげまさん、体、硬いですか。私、体力に自信があるんですけど、運動が全然できないんですよ。あ、なるほど、なるほど。運動は今サラリーマンみたいな。なるほど。で、あの秋葉さんは今はそのお仕事はされてなくて、 YouTuber 専業でやられてるって感じですか。あ、いえ、仕事してます。あ、仕事やられてるんだ。はい。あの、差し支えなかったら言える範囲でどういう系統か、ジムなのか IT なのか。あ、ジムですね。基本的にはジムなんですけど、IT 関係の会社で、うん、あの広告のデザインをしたり、あの空間のディスプレイをしたりしてるんですけど、はあはあ、あ、だから広告デザインしてるから3秒でパパってできちゃうんですよね、サムネとかも。なるほど。そこは大型が発揮されちゃってるから。あ、そうなんですね。あの、魚釣りはやられたことありますか、秋ママは。あります。何をやられたことあるんですか。あの、あれです。はい。ヤス。あ、それは魚釣りじゃなくて、あの、ヤスで釣ることをやってたっていうことですね。はい。あの、うちのチャンネル、あの、そういうガサガサガールと釣りガールと両方募集してて、釣りじゃなくてガサガサの方でもいいですよ、はい、面接としては。あ、釣りももちろんあります。海釣りもありますし、川釣りも。あ、じゃあ両方いけますね。あのガサガサガールとしても出れるし、はい、あのカブラっていうチャンネルもあるんで、ガサガサガールとしても出れるし、魚釣りにも出れると。これで二足のわらじでいきましょう。じゃあ二足のわらじです。はい、はい、あと二足のわらじを聞きたいです。あ、やりたいですか。はい。あの、秋間もちょっとあの、その意気込み、ちょっと今視聴者見てると思うんで、はい、あの、今後ガサガサガールやる覚悟、ちょっと1分ほどフリートークでお願いします。はい。1分ですね。はい。はい、頑張ります。私は、
ガッサガサに、ガッサガサガールがやりたいんです。そして、ガッサガサなツリーガールもやりたいんです。視聴者の皆さん、どうか私に清き一票をお願いいたします。安もやれるんです。カジカとか安でついたこともあるんです。あと、カジカは焼いて、カジカ酒、カジカ酒カジ抜いカて酒。て、カジカ酒とか飲めるんです。マジはい。ですか。じゃあ、あれ、1分終わっちゃいました。いいですよ。まだ喋ります。あ、いいすよ。みません。どうぞ。もういいで大すよ。丈夫いいでですす。よ。自己アピール。もう大丈夫です。大丈もう夫ですか。ガサガサです。ガサガサです。一応これ試験合格がうちのメンバー全員が OK 出さないと合格しないっていう風習があって、みんなが、いいよ、この人厳ならっしいていですう。ね。Google の面接と一緒なんですよ。Google に入社するときに、面接官のはい。メンバーが、みんなが OK って言った人が採用されるんですよね、Google の面接って。あ、はい、承知しました。はそれなんで、ちょっとまだい。合否の方はまだ言えないんですけど、わかりました。今コロナで外出れない状況ですかね、秋葉原の辺は。あ、一応この辺りも、はい、独自の規制がかかってます。規制があって外出とかできないから、そのコロナが落ち着いて外出ができるようになったら、一回この試験的な動画を一本作って送っていただけると、それで判断しようかなっていうか、例えばそのガサガサに行ってカジカをついはいて、はい。それを8分にまとめるみたいな。で、僕がはい。ああ、なるそほど。の動画に対して声をかぶせて、何をやってるはい。んだみたいな感じの体で、その合わずにコラボできて、それをかぶらチャンネルに上げると。それでちょっと視聴者の反応を見てもらって、合否を決めようかなと思うんですけど、いかがでしょうか、僕の提案。いけまたす？だですね、海は近くに全くないんですよ。かなり遠出しないといけないんですけど、大丈夫ですか？いつでもいいですよ。コロナ、あ、いつでもいいんですどっね。ちみち当分出そうれすなるいとと思う来んで、年とかになっ来ちゃう年かでもも、しもちろん来年でもいいですよ。来年いただいて、来年3月ぐらいから、ガサガサガールとして活動しまってもいいし、川はもうすぐ近川くでもないいでですよ。か？川でもいいですよ。ドブ川でも用水路でも。もうめちゃくちゃ今、もう凍えるほど外寒くって。うちで一番伸びてる動画が、カエルを捕獲する動画、1000万再生の動画があるんですね。だあ、から、なるほそんなど。イメージで撮っていただけるとありがたいかなと。後でリンク送りますんで、あ、わかりました。それで、じゃあ、もしかしたら、早めに撮影できるかもしマれジない。ですか。これだったら合わずにコラボ。もしかしたら。え、なんですか。もしかしたら、ちょっと早い段階で川に行けるかもしれない。川でも用水路でも田んぼでも何でもいいですよ。とにかく生きあ、ガサ物を、ガサすればいいそう、んガですサガね。サで捕獲して、それをショーケースか、なんか白いとこに入れて、こう観察して、こんなんがいるねっていう動画ですかね。はい、これ分かりで、ました。秋ママと僕のコラボが、かぶらチャンネルにそれぞれ出せるんで、で、秋ママはい。の、概要を貼ってもらって、視聴者の反応を見るというか、それでいきましょうか。あ、はい。ガッサガサやりそうです。これコロナの時期なんでね、会わずにコラボ、これでできちゃうんでね。で、僕が声をかぶせればいいんで、声で、秋ママ頑張れみたいな体でやれば。じゃあ、ぜひ、じゃあ、よろしく何おの願いします。文句もありません。マジですか。はい。あと、秋ママ言いたいこと、この視聴者の人たちに、秋ママが今一番腹が立ってることとか、なんか言いたいこはい。とを聞きますけども。あ、いいですか？あ、マウント取るのやめてもらっていいですか？うざいです。すいまあ、せん。ダメかこれ。すいません。これカットにしてもらっていい？何ですか？いや、今の使いたいですよ。あ、本当ですか？ 今の面白かったですよ。大丈夫ですよ、全然。なんかすぐマウント取ってくるのうざいんですよね。すいません。開きません。ごめんなさい。本当ね、マウントって呼ぶよって。マウンテンって呼ぶよって。ごめんください。すいません、飽きません。ちょっと僕、マウント取っちゃって。でも私、ぎょっさんにマウント、まだ取られてる気がするんで。まだと、ぼ、あの、僕がマウント取って、やっぱりブチ切れちゃいますか。
この間ツイキャスでちょっと僕、喧嘩になっちゃったんですよね、とある人と。要するに、で僕、もそれはもう私は予算のとはもう仲良しだと思ってるので、もし予算のマウント取っちゃってたら、予算ダメーっていうことしかできないです。今ね、僕、なんか仲良くなったら、お前って言っちゃうんですよね。すごく距離が近すぎちゃって。あ、お前それだな、みたいな。口癖になっちゃってて。ちょっと、だい女ぶ、性にもですか？そう、女性に口癖で、あんま言わないようにしてんだけど、ポロッと出ちゃったんですよ。あ、お前それこうだよって。そしたら、その人がすごい怒ってきて、もうインターネット上でもう、お前だけは許さない、みたいな。で、結局その後仲直りしたんですけど、だから、女性に対して、お前っていうのは、やっぱりちょっと、マウントに当たるのかな、ていうか失礼ってことかな。それはマウントに当たらないです。それマウントじゃないです。ああ、そうっすか。それは多分、あれです。デリカシーないパターンです。女性にお前呼ばわりするな。デリ、そう、僕ね、デリカシーがない人間なんですよ。気をつけてはいる、日々改善はされてるんですけど、そう、ちょいちょいね、そう、無神経って言われてるんで、今後、秋間はちょっとストレス感じたら言ってくださいね。お前のそういうとこ直してくれっつって。私、この感じの口調で、私、怒ったりとか絶対しないんですよ。淡々と説教するって感じです淡ね。々と、デリカシーねえなっつって。玉さん、デリカシーねなるほど、なるほど。わかりました。はい、じゃあ今日は秋葉さんありがとうございました。また後日これ、釣りがある、ガサガサがある、またやっていただける日が来るかもしれないんで、まあ、コロナが明けて落ち着いたら、また合否の方を発表しますんで、よろしくお願いしよまろしくおす。願いいたします。じゃあ、ありがとうご突ざい然まし今た。日はありがとうございました。それでは皆さん、失礼します。あ、では、秋失ママ礼さしんまのチャンネルを概要に貼っとくんでね、秋ママさんのチャンネルす。よろもしくお願いいたしチャンネまルす。登録してみてください。はい。失礼し闇ライブやってます。ます。はい、失礼します。はい。